皆さんこんにちは、フォルクスワーゲン春日部です。本日はこちら、新型 T クロスのご紹介をしていきます。よろしくお願いします。こちらの T クロスですが、弊社のお車ポロとほとんど同様なサイズ、エンジンにつきましても、同じく1リッターの直噴ターボシステムとなっております。非常にコンパクトながら、最大トルクは20キロと非常に太いトルクを体験していただくことができます。コンパクトながら、内部は天井も高く非常にゆったりとした作りとなっております。また後部座席につきましては、後部の座席のシートを10センチほど前に出すことも可能でございますので、ラゲッジスペースをさらに広くすることもできます。トランクを開けてみますと、非常に大容量のスペースが確保されていることがわかります。次にお車の内部についてでございますが、運転席におかけいただくと、まず気づいていただけるポイントが、ステアリング、こちらが既存モデルとは異なっているところが感じていただけると思います。ボタン周りなど、このデザインが少々変更しております。またステアリングの太さも非常に太くなっておりますので、非常に握りやすいかと思います。ナビゲーションでございますが、T クロス、お二つあるグレードのうちどちらとも純正のディスカバープロ、ナビゲーションがついております。続きまして、シフトノブ、こちらにつきましてもデザインが変更されております。今実際に入れていただいている、レンジが赤く光って教えてくれるので非常に分かりやすいです。加えて細かい部分でございますが、こちらのシフトノブ、従来フォルクスワーゲンのお車はマニュアルモードにしていただく際に、こちらのノブを左側に倒していただいたかと思いますが、こちらの T クロス側は、より日本向けに右側に倒していただいて、その状態でシフトアップシフトダウンしていただくことが可能になりました。同じような理由で、こちらのプッシュスタートのボタンも、右側から左側へと移動されております。このように非常にゆったりとした、内部の環境を備えながら、外見は狭い道のすれ違いや立体駐車場にも入るというぐらいコンパクトなサイズでございますので、非常におすすめなお車でございます。皆様ぜひフォルクスワーゲン春日部へ遊びに来ていただければと思います。本日も動画をご覧いただきありがとうございました。